はい、こんにちは。今回はウエスタンアームズのデルタエリートシルバーモデルをご紹介したいと思います。先日ね、この黒の方はね、ご紹介しまして、その時いただいたコメントの中にもですね、これの銀河っていう方もいらっしゃったので、あんまり間を置かずにやってしまおうかなということで今回ご紹介したいと思います。早速ね、ディティールを見ていただくんですけれども、その前に今年もフォアローゼスで乾杯。こんな感じですね。ちょっとすいませんね、シルバーね。でこれウエストアームズのやつはこれ塗装ですね。はい、刻印のあたり見えますかね、この真ん中の三角の、デルタのところのね、10ミリっていうのがね、イタリックになってるとこがちょっとおしゃれですよね。はい、で背面こんな感じで、フロントリアサイトはね、両方とも黒字ですからね、狙っていても非常に、やりやすいと思います。マガジンの型、失礼、スライドの型付きはありません。で刻印はこんな感じですね。はい、セーフティはね、音を聞いていただければ分かる通りカチ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 といい感じでかかりますね。はい、でね、ちょっと前回はねやんなかったんですけれどもね、リアルガンの写真を見つけたんでいい感じですから、ちょっと比べちゃいましょう。ポン、こっちがこっち面ですね。うまく合わさるかな。こうしてみるとですね、ぴったんこなんですよ。ちょっと私ね、意外でしたね。もう少しサイズがいろいろデフォルメされてるのかなと思ったんですけれども、そちらから見ていただいてどうですか、ね、長さ方向のやつ。真上からね、重ねないとちょっときついんですけどもね。こんな感じで、ピタッと。でね、刻印もね、こっち側は合ってますよねと。で反対側がね、これ同じモデルなのかどうかちょっと私よくわからないんですけど、反対側はね、ここが違いますね。刻印がね、ガバーメントモデルってところまでは合ってるんですけど、下にね、10ミリとかね、セミオートとかね、書いてあるんですね、1本ね。そういうのが多分あるんですかね。この辺りなんか非常にいい感じで似てますね。はい、ということでね、私デルタエリートのシルバーっていうのはあんまりこう何て言うのかな、馴染みがなかったんで、架空銃とは言わないですけど、逆にシルバーの方がマイナーなのかなと思ったら、こうやって本に出てるっていうぐらいなんで、そこそこね有名だったんだなと今更ながら知った次第でございます。はい、じゃあね、早速また初速なんかを測りながら遊んでいきましょう。前回ね、こいつガス漏れしてるってお話ししたと思うんですけれども、でその時にね、このシルバーの、マガジンを借りてね、試射をしましたんで、このマガジンはバッチリと。でなおかつですね、初速もだから同じマガジンで失礼、出すんだから打つんだから同じでしょって気はするんですけれどもね。今日もね、この世代ね、この古い世代のマグナブローバックなんで、ノッチ対策はされておりませんので、スライドストップはね手動で後ほどお見せするだけで許していただきたいなと思います。じゃあ早速デルタエリート発射で、こんな感じかな。いかがでございましょうか。 0.6 ちょっとですね、ジュール数でいうとね、このぐらいの初速ですね。非常に今打っててカツンときました。はい、でスライドストップするとこんなイメージになります。やっぱりかっこいいですね。
ホールドオープン姿はね見飽きないですよね。こう2つ並べるとどうだみたいな感じでね、はい、ちょっとこいつこのまま置いといちゃおうかなね。はい、で基本的に、重量は同じだと思うんですけれども、とりあえず比べてみますと、これ違ったらね笑っちゃいますね、シルバー今日の主役が、861、黒が857と、まあ 4g ぐらいですからね、なんかあるんでしょうね。私の手垢ってことはないと思いますけれど、なんだろう、逆に 4g ぐらいだと気になりますよね。はい、で、グデ玉組んでチェックしても特にもう残念ながらこの中にウエイトがあるみたい、なんか少し反応してます。ここでウエイト鉄なのか、鉄のプレートが入ってるのか、グリップに入ってんだな、はい、グリップにね少しグデ玉くんがちょっと反応してますね、こんな感じで、はい、おお、最近出番がないからね、よかったよかった。あとまあマガジンの冷え方ぐらいかな、見ておきたいのは、なんかねこの間ねあのワイルドセブンのあのウッズマンの時には言われちゃいましたけどね、はしゃいでるねみたいな感じで、本当にねモデルによって全然ねこう丁寧にね淡々と解説する時もあればね、もう本当自分が好きもう夢中になっちゃって何喋ってるか分かんないっていう時があるのがね、これはもうしょうがないですね、素人ですんで。 23.5 度ですね今あのマガジンの温度がね。でこれをねそうだな、12発ぐらい入るマガジンですから、ちょっと打ってみましょうか、どのぐらいになるかというと、温度が上がってる、手で握った分ですかね、はい、想像するにですね、なんか見てみましょうか、いやそんなことはねえべ、えマガジンが温まるんですか、打つとなんかの摩擦で、あのうちの電動アシスト自転車の快晴充電みたいですね、あやっと下がりましたね 21.4 度、まあこのぐらいですね、結構優秀ですねやっぱりこのウェストアームズのマグナブローバッグは、はい、そんな感じでマガジンの冷えはさほど、気にしなくてもいいようです。トリガープルに関してはこれもね黒とあんまり変わらないはずなんですけどね、黒やってなかったかな、1回 0.73 ということで、黒もちょっとやってみましょうかね、せっかくですからね。ただボートここにねホールドオープンで寝かされてるだけじゃかわいそうですからね。あ 0.75、 まあガバメントの場合で同じウエストアームですからほぼ一緒なんでしょうね。で出してみてわかるマガジンがちゃんとこう色違いということで、これはまあこれでなんかおしゃれだな。この時期のマガジンってね、この間も話しましたけど、ほんと丁寧にできててね、もうほんと火の打ちどころがないですよ。この時点としては。金属リップのメリット、デメリットに関しては私はよくわかりませんけれども、この時代のこの金属リップで僕はそんなに不満はなかったですね。はい。で、実写結果は黒の時にもお話ししたより銀のが全然良かったです。とですね、こんな感じですね。はい、で、ここにちょっと一発外しましたけど、これは私が悪いよと、ここを狙ってこんな感じです。で2マガジン目にちょっと散りました、ど真ん中狙ってこんな風に広がっちゃいましたと、3マガジン目は、ここを狙ってこの辺でしたと、まあいうことで、まあウェスタンアームズの中では9大点というかそこそこのやつだったんじゃないかなと思います。で黒はどちらかというとね、結構ね派手に散っちゃったところがあるんでね、ほんのわずかですけれども銀の方が優秀かなというふうに思っています。はい、まあ、このデルタエリートね10ミリということでね、なんかあだばなのように一旦は消えたらしいですけれども、またね2000年代に入ってから復活してるということでね、
まあ、実際どのぐらい活躍されてどのぐらい作られてるのかっていうのは私はあんまりちょっと詳しくないんですけれども、まあ、やっぱこのマークはね、丸井さんの電動ブローバックかなにもあったし、まあ、あの多くの、モデルガン時代からね、あと MGC のあれですよね、固定スライド版ですよね、まあ、それもね今度出てきたらねぜひご紹介したいなと思っております。お、今日はねお酒が余りましたよ。ということでね、緊急事態宣言何の意味があるんだろうと思いますけれども、ビジネストラックまだ止めてなかったのっていうのはやっと今度止めるそうですけれどもね、はい、あの皆さんネットでぜひ調べてみてくださいね。あの特段との事情ということでまたあの去年の4月以降と同じように、裏口入国いくらでもありますんで、今回ね、なんとか荘っていうあの水湖殿に出てくる村でね、中国のね、もうおそらく何百人なんてもんじゃないだろうと、エリアごとロックダウンみたいなのが隔離というのが行われてるそうなんで、もうすでにそこの、関係の人も随分ね入ってしまっているだろうということで、もう我が身を守るにも限度はあるとは思いますけれども、とにかく皆さん気をつけてね、なんとか乗り切りたいなと。私ももちろん気をつけて、まあ、手洗い、まあ、それはね、今まで以上にやってますんでね、本当にねあんなね国のウイルスに負けたらね情けないですからね、まあ、先祖に申し訳が立たないですからね、頑張りたいなと思います。ではまた。